スティーブン・ソダーバーグは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、プロデューサー。ジョージア州アトランタ出身。1963年ジョージア州アトランタで生まれる。父方の祖父は、ストックホルムからのスウェーデン系移民。幼い頃、バージニア州シャーロッツビルに引っ越し、父ピーター・アンドリュー・ソダーバーグが、ルイチアナ大学の教育学部長になったことに伴い、 ルイジアナ州バトンルージュに引っ越す。高校生の時から16ミリメートルで映画を作り始め、ルイジアナ州立大学附属実験学校では15歳で大学の映画クラスに出席していた。卒業後は大学に進学せず、ハリウッドでフリーランスの編集者として働くが、しばらくしてルイジアナに戻り、映画制作と脚本執筆を続ける。 1986年、ロックバンドイエスのコンサートフィルム9012ライブを撮影し、高い評価を得て、翌年に短編映画監督ウィンストンを制作。1989年、26歳で初めて監督した長編映画セックスと嘘とビデオテープでカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞し、センセーショナルなデビューを飾る。しかし、 戦烈なデビューとは裏腹にその後は深刻なスランプに陥り長らく商業的低迷が続くがメジャースタジオの映画を監督した1998年のアウトオブサイトでジョージ・クルーニーを主演に迎え久しぶりの成功を収める2000年にはエリン・ブロコビッチとトラフィックでアカデミー監督賞にダブルノミネート後者で受賞を果たした 翌年のオーシャンズ11では、ジョージ・クルーニー、マット・デーモン、ブラッド・ピット、ジュリア・ロバーツ、ドン・ジー・ドルなど豪華オールスターキャストを揃え、全世界で4億ドル以上の興行収入を記録。マット・デーモンはこの後7作で共にタッグを組む。撮影監督や編集を務めることも多く、トラフィックやオーシャンズ11といった作品では監督と撮影を兼任した。ハリウッドでは、 組合の規定で監督が撮影監督や編集としてクレジットすることは認められないため、撮影監督、ピーター・アンドリューズ、編集マリー・アンバーナード名義になっている。子供の頃に見た映画、マタンゴにひどいショックを受け、30代くらいまではキノコを食べられなかった。2008年12月、ベニチオ・デルトロがチェゲバラを演じたチェのプロモーションでデルトロらと来日。 効果、迷宮の悪夢のプロモーションで来日したのに続き、15年ぶりの来日となった。ありがとうございます。